はい、ありがとうございました。ではここ次はですね、ここで福島チーム、先ほど、基調講演でですね中崎さんから話もあったと思うんですが、福島チームの皆さん、前の方に出てですね、来てもらえますでしょうか。福島チームが出てこないそこまで、それではですね、福島チーム、もうあのプレゼンテーションの方ですね、先ほど動画もご覧いただいたりしましたので、今回こうやって一堂に全国各地のですね工場の皆さんと、つながる機会ということですね、ぜひ皆さんにこう顔と名前を、覚えていってもらうことがこの福島チームの課題なんではないかということで、はい、福島チームはですね、あの自己紹介を、それぞれですね、普段何をしているのか、8月15日は何の曲を歌ったのかなどですね、そういったことを、お話しいただければいいなと思います。重要ですね。重要ですね。はい、じゃあの順番にですね、はい、福島チームの小池晃子です。1年目からボランティアで参加してて参加してまして、だんだんその時は東京に住んでて地元が福島市だったんですけど、プロジェクト福島が楽しくて福島に U ターンで帰ってきてしまいました。これが原因と言っても過言ではない今はなんか事務的なこととかビジネス的なことをちょっとやらせていただいてます。よろしくお願いいたします。あのもう美術の福島工場のもうボスみたいな感じ、かつあのまあ、時間もあるということでですね、あのプロジェクト福島の事務局長としてもあのもうどん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 あの小池でプロジェクト福島が回るようにまあなっていってる。あの多治見でもですね、あついたあとなんか師匠師匠って小池師匠って呼ばれてました。あの小池さんはもともと映画の美術小道具の仕事をずっとしていて、あれですよね、パトレーバーとか、皆さん今パトレーバー作った人だって思ったかもしれないんですけど、小道具なんで一切パトレーバー本体には触ってないっていうのが、まあ触ったりもした、基本的には部屋とか作ったり、まあまあそういう仕事をしてる小池さんです。はい、小野です。よろしくお願いします。1年目2年目はお客さんとして来ていて、3年目から美術部スタッフとして関わるようになって、で今年、もしもピアノが弾けたら縛りののど自慢、ワンフレーズだけ、ワンフレーズだけのど自慢でいやでもね、あの今年のフェスティバル福島でそういうのがありまして、我がプロジェクト福島代表としてちょっとエントリーしていただいたんですけど、小野さんのもしもピアノが弾けたら最初のところだけじゃ、最初かそれともだけれどどっち最初でいい、最初で、最初、はい、じゃあ皆さん、あもしもカネイコですね、カネイコ、カネイコですね、はい、あのちなみにあの僕はカクニーって呼んでるんですけど、はい、あのカクニーは得意料理はカクニーらしくてですね、休日にね、休日丸1日使ってコトコトと角煮を煮るのか、想像してみてください、この角煮が角煮を作ってる姿もうそれだけでちょっと楽しいなっていうので、まあ角煮って言ってくれたら、うん、すごい、あの何だいって何でも答えてくれるので、小野くんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロジェクト福島美術部の、渡辺和彦で鍋ちゃんと呼ばれております。1年目2年目は、見学参加していて、行ってて観客として行ってて、で手伝いはしたかったんですけど、うん、あのこううまく踏み出せず、3年目からようやく参加できて、あスタッフとして、で、うん、あ3年目の時は、浅尾さんがこうちょっと主軸で浴衣作りとかをしたりしてて、4年目のボードリー2回目の時が小池さんが主導で、櫓周りの装飾作りとかをしてて、今年はまた小池さん主導で、地下バーとか、なんかやりました。あのフェスティバル の, あの一区画で、まあ、バーを作ろうっていう話になってですね、あの僕たちがよくお世話になっている旅館青山っていう
あの山岸さんのご実家の旅館にすごく怪しげな地下バーというものすごい場所があるんですけど、それをフェスティバル会場に持ってこようということでですね、あのそれのもうこう細かいこう瓶とか置物とかを鍋ちゃんが一個一個トレースして作って、ものすごいあの対策の地下バーができていました。はい、あ、皆さんのおかげで地下バーが無事立ってよかったです。ありがとうございます。ちょっとマイクのボリューム上げてもらえますか。中野と申します。何番？2番。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 大丈夫です。2番。歌です。初年度から、ボランティアで参加してまして、ちょっと震災直後で仕事が暇だったものもあって、ちょっと通い詰めて、毎年、まあ、夏になるとこうのめり込んで、ふとこう我に返って、こう何してんのかなって時々思ってはいるんですけど、まあ、それが本当に楽しくて。ですね、あの集中してこう何も考えずにやることがすごく震災直後はそれで、うん、救われた部分もあったので、そうですね、これからも、毎年楽しみに参加したいと思います。加納さんはデザイナーで、あの今年のフェスティバルのチラシのデザインとかも高野さんなってます。ちなみにあの今高野さんが着ている今年のプロジェクト福島 T シャツ、こちらは小池があの絵を描いていて、あのその 手拭いとかも、ね、高野さんデザインでやってますので、皆さん物販の方もやってますので、はい、よろしくお願いします。ヒロノと申します。福島生まれの仙台育ち、今東京に住んでいます。プロジェクト福島はあの1年目とか見に行ったりで、あとその後東京で大友さん のフライングオーケストラというあのイベントで、まあ、お手伝いを、まあ、福島で参加させてもらったりしてたんですけれども、で今年から本格的にプロジェクト福島で参加させてもらってて、まだ何も、まあ、本当ちょっとしたことしか手伝ってないんですけれども、来年も再来年も参加していきたいなと思っているので、よろしくお願いします。はい、プロジェクト福島美術部お手伝いしております和田と申します。2011年の最初の年はオーケストラ福島に参加して、ちょっと面白いなと思って、2012年2年目から風呂敷工場に、通い始めて、ずぶずぶとこのようなことになっております。一番印象的だったのは、その初めて行った2012年の年に、8月15日の本番の前のもう夜の時間帯に、旗を止める紐を3000本作ってくださいこれからって言われて、って言いながら、なんて美術他の人は無茶振りをするんだろうというふうに思いながら、なんかこう、なんて言うんでしょうね、M マゾ感をしまして、今日いないんですけど、まあ、小関さんとか、なんか作業系が頑張りチームに、なんか面白くやっていこうみたいな人たちで、頑張ってやったのが、なんか非常に印象に残ってます。なんか緩いようで、ゆるくないっていうのがすごく印象で、それでハマってしまったと思ってました。そうですね、はい、2012年の紐3000本事件っていう有名な話があるんですけど、はい、まあ、こういう作業って、まあ、ぴったりになることってないんですよね。そうです、まあ、足りないか多すぎるかみたいな感じで、旗を1000本作るっていう時に意外と早くできちゃったんです。